こ歩かせる。おい戻ってきたな。あーネオンゲか。いやちょっと興奮しちゃった今。おーよかった、ディバラではないと。来た、イングランド、ジル、ジル、お願い、ジル、レッツゴー。いや来たんだよ、よっしゃ来た。え、進化していく。はい、サンジョダブルタッチからシュート、来たー、完璧。ジャルチュンダブルタッチから打つ、来たー、決めていく、完璧。ヤルチュンの平気歴一戦ありがとうございます。なんでだよマジか、いやマジか、ケインにしっかり繋がれちゃったな。皆さんどうもこんにちは、キャギュメルソニーズオイルアプリに潜入しちゃってきたなと思います。ソニーズはですね、毎週エージェントセカンドシーズンエピソード36やってきたなと思っております。いや皆さん今日ですね、プレミアリーグ第28節を行っていくんですけど、プレミアリーグ第38節で終了なので、つまりあと約10試合なんですよね。いやもうね、ついに終わりが見えてきたかって感じですけど、最後まで皆さんよろしくお願いいたします。前回もですね、たくさんの高評価再生コメント本当にありがとうございました。前回の試合の記録だったりとか、ヒカ新聞しっかりと更新されておりますので、よかったらご覧ください。ということで前回のコメント紹介いきましょう。毎週エージェントあるある、動画開いた瞬間高評価すること、ありがとう。ジルーチャレンジの声、この前みたいにテンションで悟られないように暗めにしてる。ジルーチャレンジ、いやこれやっぱバレちゃった、これみんなにバレないようにちょっと抑えたんですけど、なんか耐えきれず最後上がっちゃってるみたいなコメントもありましたね。レイナ動きながらもずっと一点見つめてんの草。ペペレイナ騒いでる騒いでる、 PK 邪魔だよ。いやペペレイナいいね、気合えてる、腰下がってるね、しっかりね。つまり勝利だけを見つめてるってこと。PK お前止めろよ、やっぱり不仲じゃん。これシンプルにピケ悪いやつ感出てますね。ピケとレイナのフラケがチームに悪い影響が出ることを恐れ、比較監督は両選手の事前出場停止の緊急処分に踏み切った。ということで今節はですね、2人ともちょっとお休みでいこうかなと思っております。まあ2人には頭を冷やしてもらって、次節大爆発してもらいましょう。はい、ということで毎週イベント今日もこんなルールでやっていきたいなと思っております。今週はですね、 FP 進化ルールリバプールがあるのと、勝者参加型のガチャ補強っていうのもありますので、よかったら高評価していただければ、この動画への高評価が来週のガチャ補強につながっていきますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで今のですね、リーグ戦の結果になるんですけど、はい、引き続き4位ですね、くっそー。まあでも試合数がちょっと少ない分、まだまだ参ると思いますので、上目指してやっていきたいなと思います。はい、チーム内の得点でいうと、サンチョが16得点で、なんとですね、リーグ単位で見るとあと1点でですね、さらに並べるんですよね。はい、なので今日なんとか並べたら嬉しいなって思ってますね。はい、ということでこのままガチャを今日行ってみたらと思うんですけど、前回なんと7606件ありがとうございます。ギリギリ滑り込んで5回補強できますので、ガッツしやっていきたいなと思います。ということで1回目いきましょう。もうみんなからの元気玉ですよ、これは。もう元気玉が、え、待って、ロシアになっちゃった。さあ、ロシア、誰が来る、レッツゴー。さあ、あ、え、待って、金、マウコンか、これ。またマウコンやないかい。もうマウコンはさ、ちょっとまたバリオス期待したけど、またマウコンやないかい。はい、サンペドリマウコン、ワリス、ありがとうございます。この前も来たよね。この前も来たし、なんかちょっと顔可愛くなってない？なんかインスタ女子みたいな感じで可愛い感じになってますけど、ありがとうございます。今日は久々にいろんなポジション引いていきますか。ちょっと最近フォワードにばっか偏ってたんですけど、まあなんだろう、初心を思い出すというか、あの時の気持ちを思い出したいですね。これ多分スペインかな？イタリアでした。さあ、イタリア期待できますよ。レッツゴー！お、金。あ、待って、これは？これさ、ローマ92、え、エルシャーラウィじゃない？え、エルシャーラウィじゃん。はい、だよね。お、ライマーも来た。エルシャーラウィ、ライマー、マツリツ。マツリツ、すごい名前ですけど、ローマに復帰したんだよね、そういえば。てかさ、スーパーサブ残ってんの？あ、スーパーサブあった。でダブルタッチ、足裏もちろんだ。結構強そうっちゃ強そうだね。エルシャーラウィ懐かしいな。この髪型がかっこいいっすよね。はい、ありがとうございます。ただね、スーパーサブの枠はもうだいぶ埋まっちゃってますからね、ここに入り込むっていうとなかなかの選手ですよ。さあ、スペインディフェンダーお願いします。3回目ゴー。お、銀玉か。まあ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 、金、金からの銀ですからね。ロベルト・ロサレス、ジェームズ・ジャスティン・トーニョン、ありがとうございます。ロベルト・ロサレス、なんか一人だけハリウッド俳優みたいな写真ですけど。はい、ありがとうございます。さあ、ゴールキーパーも行きましょうか。いやー、これが4回目かな？あと2回か。オッケー。さあ、たまにはね、J リーグとかも引いてみるの面白いっちゃ面白いかもしれないですけど、加入が厳しいですからね。またロシア？めっちゃロシア来るやん、今日。レッツゴー！さあ、銀玉か。主任、ベリシャ、フェルナンジス、ありがとうございます。さあ、ラスト行きましょう。ラストは、エースストライカー獲得しに行きましょう。もうね、エースストライカーもたくさんいますけど、その上を行く、エースストライカー来てくれないか。お、その他ヨーロッパ待って、バイエルン勢あるよ。お願いします。ゴー！うわー、黒玉来た。え、待って、誰誰誰誰、嘘、25番、え、25番って誰だっけ。ゴーゴーゴー！
だ、ミューラー、ミューラーやべえ、ミューラー来た、本当にエースストライカーじゃん、ミューラー、エソテルド、メルガレホ、うーわ、ミューラー来ちゃったね。いや待って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 、ミューラーまたスーパーサブやん。いやでもこれは入れざるを得ないよね。トップクラスのスーパーサブだし、今後瞬間とかでも結構出てきそうなんで、いやーこれ嬉しいっすね、ありがとうございます。ということで、完璧な流れができました。このまま FP 進化いってみたいなと思っております。そしてなんと今回リバプールのみなんですけど、ファビーノ、フィルミーノと2人対象なんですよね。8分の2、つまり 25%、 4回に1回は進化できるという完璧な流れになっております。いつ行くか今でしょ。さあ行きましょう、ここ、さあお願いします。マジでどっちか、ファビーノかフィルミーノ、ただどっちか言うなら僕はファビーノに進化してほしい。昔から比較優秀を支えてくれたミッドフィルダー、ゴー、さあ唯一の金玉なんよ。ということで大変お待たせいたしました、本日の新加入選手なんですけど、トーマス・ミューラー選手加入していきたいなと思っております。いやーまあミューラーは入れるでしょう、だって強いもん、僕 FP でもガチスカで使ってるもん。はい、もう入れる以外の選択肢がないんじゃないかなと思っております。そしてお別れになるのが、いやマジでごめんオケレケ、いやほんと待って、ね、みんな見て、あのね、外せる選手が本当にいないの。もうこれね、リアルに20分ぐらい悩んで、もう全員が宝物で、そうなるとやっぱオケレケになっちゃうのよね。はい、オケレケ選手すごい優秀で使いたいなと思ったんですけど、まあ、弱肉強食の世界というか、本当にクソ、お世話に正直あんまなってない、ありがとうございました。ということで、このままですね、育成の方やっていきたいなと思うんですけど、プリシッチ復活の P、 復活の P、 プリシッチが今日活躍することは間違いないと思ってますので、ここで育成して万全の状態でしっかりと準備して今節の試合迎えていきたいなと思っております。ということで入れちゃいましょう。さあプリシッチどこまで行くのか、これ全然レベマになると思ってますからね。いやプリシッチがね、こう帰ってくる、こういう帰ってくるっていうのもやっぱりマイシエージェントのドラマですからね。さあ素晴らしい総合値91、ありがとうございます。ということで、今節のスタメンですね、こんな感じでやっていこうかなと思っております。あの最初にも言った通りね、あのレイナとピケは今節出場停止になってるんですけど、はい、S の監督に戻してこのスタメンでやっていきたいなと思っております。で今節の対戦相手が28節リーズユナイテッドになるのと、あとはですねチームメンバー表も最新に更新しておきましたので、このあたりもぜひご覧ください。ちょっとね、あの前節が引き分けで前々節が負けということで、勝ち点3ポイントをですね落としてますので、今日こそ3ポイント決めていきたいなと思います。ということでいきましょう、Let's do it! マルルさんよろしくお願いいたします。まずは調子です。Let's go! まあまあまあ、おお、すごい。ゴー絶好調、すごいね。そしたらファビーノ入れましょうか。ファビーノ入れて、その他はこのままでいいかな。ファビーノ進化できなかった怒りから絶好調になってますからね。はい。で、試合時間7分に設定して、今日はちょっと夜で行こっか。夜で行って、ワイツさんのスカット、こんな感じですね。はい、しっかりとですね、チェルシー戦のスタメンに合わせてくれましたので、がっつりやっていきたいなと思っております。いやー、どうだろうな。ファティの先発なんかも、あ、待って。これ逆に、あ、まあ、いっか、このままでいいかな。はい、よろしくお願いします。勝ち点をこぼし続けてサポーターの不満が募る比較 FC、 リーズユナイテッドのこの一戦、勝ち点3を奪い取ることができるのか、さあよろしくお願いいたします。やっていきましょう。さあ集中力だよ、もうね、今日は比較違うっていうところ見せますから。さあファティ、あーっと、あーっと、しまった、いきなり違いを見せたけど、その違いは全然ダメな違い。お、メリエだ。さあメリエ FP 予想、 FP 予想で当てられたのか。さあストライク、なるほど。さあテベス、アリオツキ、はい、詰めながら、詰めてるよ、一人しっかりと詰めて、そうこれ取れる、そうファビーニョ、ファビーニョあなたなら勝てる、いやー勝てない。さあ集中力、さあルーベン、ジャック・ハリソンのところ、大丈夫、これ大丈夫。待って、マジで今のシュート入るの、やばい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 、それはやばい、ハフィーニャさすがすぎるな。ちょっと待って、それはすげえわ、今の引っかかるか入んないかなって思ったけど、やばい、綺麗に打ち抜かれましたね。これちょっとまずいんちゃうの、いやーちょっと展開としては最悪ですね、この時間帯での先制点、まずいまずいまずい。さあ17分、まずい形での先制点、ただ比較形式はこんなところで負けられない。さあ南野さんから前に出す、サンチョール、なんという開幕攻撃、こんな同点弾でいいのかと言われるが、さあただ1点は1点、ありがとうございます。サンチョの素晴らしい抜け出しから、このズドンミドル、ありがとうございます。まずは同点にして落ち着いたところからやっていく。さあサンチョこれで17得点、さあサラーに並んだ形、さあもう1点取ればこれ得点王というところですが、さあ集中して、もう浮き足立っちゃダメよ、いつも通り、大丈夫、バンフォード、いや待って、うまっ、
それはうまい。え、体の使い方うますぎない？え、いや、バンフォード、今の完璧だったね。待って、詰めてたんだけど、こう見てほら、なんかね、何もできなかった。これしっかりと詰められて、いや、バンフォード体の使い方うまてか、お相手さんの操作がうまいんだろうね、これね。いや、マジか、取られたら取り返される、なんという展開、素晴らしい、激しすぎる展開ですね。さあ、もう大乱闘スマッシュブラザーズみたいな感じで、すごい戦いになってきてますが、さあ、ここもサンチョからここに出す、ボーエン、ボーエンが前に入って、前に入って、ボーエンが落ち着いて打つ。さあ、しっかりと止められてしまう。さあ、ここ中いけるか、落ち着いてしっかりと守ると OK。 さあ、ルーベン、ここは大丈夫、ナバス大丈夫で、ナバスナバスナバス、奇跡、ま、どんだけ来んの、ナバス大丈夫だって、めちゃくちゃ来てたよ今。さあ、集中して守っていく。ここはファビーノに合わせながら、縦パスは切りたい。バンフォード、マジで、え、嘘、え、ちょっと待って、え、すごいザルなんだけど、マジか、てか今のも入るんだ、やばい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 、この感じえぐいね。いやー、この流れ本当に良くない、すごく良くない流れなんだけど、なんかね、止められない、お相手さんのこの勢いが全く止められない、どういうこと。さあ、ここで2点差か、かなりまずい状況で僕が一番焦ってますが、さあ、ここもサイドに一度出す、パティから、さあ、駆け上がってくるロバートソン、ここのクロス、サンチョ、いや、惜しい、うわー、今の惜しかったな。さあ、集中していきましょう。ちなみにお相手さんのレートは1315ぐらいだったかな、だから結構高めではありますが、ジャッカリソンうまいが、これはうまく跳ね返す。そしてファビーニョ、オッケー、もう一度、さあ、来てる、どうするか、パティ、パティから、これは嫌なこぼれ方、まずい、よくない、はい、南野さんから、さあ来たよ、さあ来た、ボーエン行ってくれ、さあ裏抜けて、ボーエンが、ボーエンどうする、ボーエンが中に入れる、ファティ、オッケー、さあ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 、この時間帯でボーエンが粘って粘って、ファティがこのチームで初ゴール決めていく、オッケー、1点差に迫る、激アツな試合すぎるぞ、まだまだ諦めないと、この最後前半戦ラストプレーで1点差に迫る一発、危ねえ、ここでね、どうするか迷って粘って粘って、なんとか繋いでいく、この1点が間違いなく後半の流れ変えていきますからね。よし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 、これで終わるか、終わらない、待って、終わってくんない、審判話し合おう、審判そこ話し合おう、ちょっと待って、ナバス、おっ、危ない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 、よし、さあ、これは強豪校のクリアして、させてくれない、させてくれないんかい。さあ、前半終了ですと、シュート数としてはこっちの方が多いですけど、お相手さんの決定力の高さに驚かされてますね。まずはヤルチュン、変わろう、ファティは大活躍だった、ただここはちょっと絶好調ヤルチュン、そしてもう一人の絶好調インシーネ、どうしよう、入れちゃおっか、こっち側で入れよう、2人、ボーエンのアシストからファティが決めた、確かにあれはすごかった。後半からはこの2人に任せましょう。そしてヤルチュン、後半逆転できるのか、任せてください、僕は絶対に逆転してみせます、僕がエースになって、僕が3兆以上に得点を。さあ、後半気合い入れてやっていきましょう。マジでこれ失点した瞬間に終わり終わりだから、それだけは絶対しちゃいけない。ここ当たります、ここ当たる、ここ取りたいけど、いや、体の使い方が本当にうまいっすね、お相手さん、なんだろう、この体の入れ方うますぎない、だから、ね、簡単に入らせてくれないんだよね。はい、やばい、うまい、危ねえ、よし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 、ショックゲー、さあ落ち着いて、確実に落ち着いていきましょう。さあ、テベス、はい、いいしね、サンチョ、さあこれ裏を見ながら、サンチョからどうする、ヤルチュン、ヤルチュンから来るぞ、いや、サンチョ拾えるか、ここ拾えたらでかい、拾ってダブルタッチが、うわ、入らないか、くー、今のまずい、まずい、さあここ大丈夫だよ、まずいな、それは嘘、ちょっと待って、それはやばい、それはやばい、ナバスなんとかしろ。オッケー、危ねえ、ナバスの覇気だ、ナバスマジで、いや、僕も終わったと思った、ただナバスが覇気を使ったぞ、よし、ナイスジュレ、よかった、やばい、ちょっと待って、それはやばい、はい、ジュレから大丈夫か、ここうまくカットしていく、さあロバートソン、よくない、よくない形、さあフィリップ取れるか、惜しい、68分、取れ取れ取れ、よし来た、ヤルチュン
やるチュンガー。さあ完璧なカット来たぞ。さあ来い。そう、オッケー。さあやるチュン、あ大接近すぎる。それは完璧だやるチュン。さあサッカーをやってくれ、ボクシングじゃなくて。ただ最高のカットからシュートフェイント、そして決めていく。緊張感が走るプレイでしたが、しっかりと決めていく。オッケー、よし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 、でかすぎるぞこれは。さあ完璧な流れで同点に追いついていく。さあこの激アツな試合決めようか。プリシッチ、ジル、迷うよ、正直迷う。ただ復活の P 見せてくれないかプリシッチ。僕は一度あなたのことをチームから追い出してしまった。ただそれでも信じて戻ってきてくれたプリシッチ、復活の P 見せてくれないか。ういっす。さあ行きましょう、感動の大逆転に向けて。比較 SC の全てを出す時が来るぞこれ。ヤルチュンも活躍して、エースサンチョも決めた、元祖エースのボーエンもアシストを決めた。あとは復活の P が決めるだけじゃねえか。そうじゃないのか。さあファビーニョ行け、よし来た。さあサンチョどうするか。はい、行ってくれインシーネ。インシーネが抜けて、抜けていく。さあどうするか、ここに出す、間に合え間に合え間に合え、間に合わないか、マジか。あと10分ぐらいだよね、そんなにね、なんか余裕持ってる時間はないんだよね。ナイスカットファビーニョ。はい来た、ヤルチュン、そしてサンチョ来るか、インシーネ行ってくれ、インシーネ決めた。よーし、あぶねー。さあ決めていく、完璧、大逆転比較屈指。さあ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 、いやーこの喜びを、そして肩車、大の大人2人が肩車、それぐらい嬉しいことなのか。これずっと言われてきた、いろんな人に言われてきた。最後が弱いよね比較 FC はって、気抜いていつもいつも取られるよねって、そう言われてきた。だからプリシッチ頑張れ、よしファビーニョなんとか前入れるか、入れない、まずくね、それはまずくね、やばい、ファビーニャ止めろ止めろ止めてくれ、ナイスナイスナイス、ナバス頼む、最後なんとか、やばい、ナバスやめて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 、危ない、なんとかしろナバス、やってしまった。あそこの低弾道が軽率すぎた。待って、やばい、なんだこの激アツな試合、4対4、うわちょっと待って、頭が痛い、このまま勝てると思ってた僕、マジかよ。くっそー、やべー、マジで悔しいけど、なんだこの激アツ展開、もう鳥肌が止まらねえ、チキンになってしまうこれ。さあ、90分、まだあるよな、諦めたら試合終了だよな、最後決めるぞ。さあ3分、あるよ、来た、ここここサンチョサンチョ、よーし決めた、嘘でしょ、僕もびっくり、それはそれは僕もびっくり、サンチョありがとう。そしてそしてこの得点でまさかの得点王に名乗り出ていく、ありがとうございます。完全にゴリ押しでしかない、チームパワーのゴリ押しでしかないけど、サンチョが強さを見せた、ごめんなさいごめんなさいお相手さん、これはマジで申し訳ない。クリア、よっしゃー、あぶねー、両者シュート17本の、死闘が終わりました。5対4、なんとか勝ち切ることができました、お疲れ様です。いやすごい試合だったな、マジで今までで一番激しい試合だったかもしれないですね。マッチイベントものすごいことになってますからね。いやでもこういう試合勝ち切れたのは本当にでかかったのかなと思っております。そして選手評価はどう、おお三丁 7.5、 ファティもよく決めてくれましたね、なんとか勝ち切ることができましたね。ただお相手さん、あのリーズユナイテッドで全員通常なので、まあ実力的には完全に負けてましたね。はい、対戦ありがとうございました。ということでハイライトでお別れしましょう。もう息が続かねえ、もうハーハーゼーゼーしてますけど、本当にあの今日も見てくれてありがとうございました。まだまだ優勝は難しいかもしれないですけど、1個でも順位上げられるように頑張っていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。またですね、来週水曜日に毎週イベント投稿していきますので、よかったらチャンネル登録、高評価で応援してください。ではまた次の動画でお会いしましょう、バイバイ。